皆さーん今日も一日が始まりましたおはソースお久しぶりのおはソースこの「おはよう」って言える幸せいいよねこれねすぐ忘れちゃうからねほんとねしつこく当面の間はあのこのテストやっていきますはい ここでやる、えー、瞑想の唯一のルールは、はい、何でしょう。気持ちいいところを探すことです。そうです。自分の気持ちいいところを探すことが、えー、この瞑想の唯一のルールです。ということは、自分の気持ちいいを探さなきゃいけないわけですね。イコール、その瞬間、どんな姿勢が気持ちいいのか、どんな呼吸の深さが気持ちいいのか、どんな呼吸のスピードが気持ちよくて、えー、 どういうスタイルでやるのが気持ちいいのか、それ探さないといけないわけですね。ってことは毎回違うっていうことであり、えー、っていうことは人と違うっていうことなんですよ。これだけですね。で、気持ちよかったら、ね、楽しいから、楽しかったら続けたいしやりたくなっちゃうから、 だから、継続できちゃう。そうすると、毎日毎日、そうやって瞑想の習慣がついたら、当たり前だけど、一致する時間が長くなってくる。自分の中の一致。そうすると、ほら、いつの間にか宇宙のウェルビーイングの中で漂うことになりますね。この、このあれがあるんですよ。この一連の流れがあるんです。でも、じゃあ逆パターンをやってみましょうか。 瞑想のちゃんとした例えばルールがあったとして、姿勢を正しく、呼吸は深く、そして何回呼吸をしてっていう回数がもし決められたとしていて、それがちゃんとした瞑想みたいな定義がもしあったとした場合ですよ。背骨痛い時もあるじゃないですか、あなたね。で、でもルール通りやらなきゃいけないから、ね、頑張るじゃないですか。 そ,の時そうするとやっぱりああきつってなるわけでしょでそうすると1日だけじゃあすぐにはならないけどその瞬間ああ明日もこれやるのかってなるちょっと憂鬱になるでしょちょっと憂鬱になるじゃんで2日目もまた同じ感じでああ今日はなんか深い呼吸がちょっとやりづらいなみたいなことを思いながらああでもルール通りやらないとってやるじゃないですかそうするとまたストレス2がかかり始めるわけですよ2日目にして で、3日目になると、ね、2日目の夜ぐらいに、ああ、また明日もなんか瞑想やんないといけないのかな、みたいな、ちょっとだんだんおっくうになってくるでしょ。ね、おっくうになってくる。そうすると、もうね、多分ね、5日もすると、楽しくないからやりたくないになるわけですよ。ね、楽しくないからやりたくないから当たり前だけど続かないんですよ。これダメね。結局、続かないじゃん。 だから気持ちいいとこを探すっていうことは、イコールそれが楽しくて楽しみになるから、続いちゃうから自分のものになっちゃって、いつの間にか多分姿勢が良くなったりとか、いつの間にか深い呼吸ができるようになっちゃって、あれなんかあんなにルールでやろうとしてた時の、ねルールになっちゃったそもそもみたいな感じです。そう、無になれないとか、無になりましょうって言われても、なれんやん。 そうすると、慣れないからジャッジメントしなきゃいけなくなって、ルールからはみ出てるじゃん。気分悪いじゃん。そうするとさ、なんかできないできないできないが、ね、人間って6日も続いたら、相当嫌になりますよ。もうやりたくないみたいな。向いてないってなっちゃうわけ。あ、このね、いつの間にかをェルビーングっていうのがいいですよね、これ。そう。だから瞑想、この、この瞑想を通じて、 名前つけようかな,なんたら瞑想ってなんか言葉が浮かんだら言うねソースタイム瞑想にしようかなソースタイム瞑想にしましょうかソースタイム瞑想のこの唯一のルール自分の気持ちいいとこを探すっていうえっ、ー、とこれの定義が自分の中に入り込むと何にでも応用できますよ 何か新しいことを始めるときとか、あと自分の仕事だって同じことじゃん。自分の仕事をする中で、肩にはまって、肩にはまってって毎日やってたら、多分、だん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 気持ちが劫になってきても行きたくないになるんだけど、ちょっとでもいいから、自分の気持ちよさを探す、イコール、それがだんだん楽しくなってくる。今日は、一つの気持ちいいを探していこう。明日も一つの気持ちいいを探していこう。 それが積み重なると楽しいになるから、あらあら、いつの間にか仕事が楽しいぞ、みたいな、ふうになるよね。だから、これをね、一回、自分の、自分の気持ちを探すっていう定義を自分の中に、ガツッて、あの、はめれると、この瞑想を通じて、ソースタイム瞑想を通じて、入れれちゃうと、人生全般応用できるから、あなたは、勝ちです。 <laughs> もうその時点で優勝。おめでとう。もう優勝です。ここまでね、分かりやすく、あの、3年前にやってたソースチャンネルの瞑想は、説明がね、ちょっとできてなかったんですよ。私もこんなに面積差がなかったんで。今こうやってこう、言語化してますけど、でも昔から同じ形なんですよ。スタイルは変えてなくて。あの、ソースチャンネルの時から。 こう、型を作んないっていうので瞑想してたから、だから、あのー、今も実際、リアタイで2300人の方が聞いてくれてるんですけど、あの時も何千人の方が、こう、毎日、それこそ参加してくれてたんですよね。それって何かって言ったら、なんか気持ちいいし、なんか楽しいからっていうレベル感だったからだと思います。で、この復活をこうやってこんなに望んでくれてる人が多いのも、この総数タイム瞑想。 あの時気持ちよかったからだと思いますあの時楽しかったとかねもう優勝でしょこれあなた優勝あの頃と比べたらだいぶあなたの感覚も変わっているはずだしえー、この瞑想中の言葉の意味とか腑に落ち方もだいぶ変わったんじゃないかなと思います今日はですね朝なので「広大無変の空」っていう瞑想はありましたが ソースチャンネル時代ちょっとこれをねねやりたいいと思います、ね、広大無辺ってやばくないですか広大無辺ってイメージはあるけどちょっとちゃんとしたウィキペディで調べてみよう広大無辺ね、果てしなく広く大きい様また限りなく広々としている様果てしなく広く大きい様ですよ広大無辺の空っていう瞑想なんだけど もそもそも私たちが空を見上げたり、ね、青空を、うわーって今日ちょっと曇っちゃってるけどさ、なんかこう、み、見て、はーってなるのって、本当に今を味わったらなるじゃないですか。まあ、忙しい時に空を見上げても多分何も感じないと思うんですけど、本当に今を味わおうと思って空をばって見上げたら、入ってくるものってあると思うんですよ。それこそ一致できるっていうか。なんでじゃあ一致できるかっていうと、その広大無辺のね、空、広く大きいその姿、 存在は自分自分身だっていうことをこう深いところでは分かってるからなんですね自分を見てるんですよ自分を感じてるんですよ私っていう存在を空を通じて感じれるからその大きくて広いさまを感じれるから気分がいいのねやばいですねちょっと朝から完全これペじゃないですか私今 <laughs> 飛ばしますねはい広大無辺の空を感じるの今から そうなんですだから山を見てうわってなるのも自然を見て人間はわってなると思うんだけどその一致している時の感覚ってなんでそうなるかっていったらこういう理由ですちゃんと理由があるんですよ私っていうその存在をそれから感じ取ってるんですよねだからその時一瞬にして思い出せるこれの気持ちよさが一致してるっていうだから自然に行くとあの癒されるし その大空を見上げたり、こう、雄大な山を、ぼーっと眺めていると、一致した感覚になってくるんですね。こうやって私の配信好きとか、あの、見てくれてる人、ね、好きで見てくれてる人って、それこそ、同じ感じですよね。まあちょっと広大無辺の空まではいけないけど、私自身が、本当に、あの、機嫌よく生きてるんで、 その私っていう存在に自分を感じてるんですよあなた自身が本来は自分自身がそのボルテックスの場所で存在してるっていうことを当たり前だけどあの元の場所がそこって分かってるからその元の場所で生きている人に触れると思い出す感覚が出てくるんですよねだそうすると一致できるから好きになっちゃうわけですね そういうことなんですよ。なんかハッピーちゃん見てるとこう、なんか気分いいとか、もし癒されるみたいな感覚がある人はそういう理由ですね。私あの人間ペットみたいな感じなんで、ペット飼うのもそうですよ。人間がペットを飼うっていう理由もそこにあります。動物たちっていうのは常に一致した状態の場所にいる存在なんで、それを撫でてたりと、赤ちゃんもそうですね、撫でてたりとか触れてたりすると、 自分の元の元場所を思い出せるんですよそうするともう可愛いっていうでだって可愛いっていうこの視線だってソースそのものの眼差しになれてるじゃないですかだからその感覚も気持ちがいいわけですねボルテックスに一人入ってると周りの100万人幸せにするってあれですね質問来てますそうですあれですそれですだからねどんどん自分のその一致できるねたくさん世の中に、ね、あなたから見えるものの中に たくさんの他人がいることたくさんの現象世界でいろんな物質があることっていうのはあなたがその中からカタログギフトのように自分が思い出せる場所に戻れるものあと一致できるものを探すためにあるんですよ世界はだからその瞬間山なのかそれとも空なのかそれともこのソースタイム瞑想なのかそれとも犬なのか赤ちゃんなのか花なのかそれともコーヒーなのか たくさんこうやって物や人がいてくれてるのは自分の世界にその中からチョイスができるってことなんですよ一致できるものを選ぶっていうこれが遊び方なんですねこの世界のなので見つけてくださいそれが言い方変えると自分の気持ちを探してくださいと全く一緒のことですね同じことを言っていますだからときめきっていう言い方もありますね一致した時の感覚を、えー、と言葉にするなら ワクワクだったり、ときめきだったり、ホッとするっていう言葉だったり、言葉に変えるとそれになるかな。で、人によってその、カタログから選ぶ、一致するもの、選ぶものは違うから、自分だけのその、チョイス、選択が大事ですよね。逆のもの選んでませんかカタログ、たくさんの現実世界のこの物質、人、たくさんいるのに、ね、不一致のものばかり選んでませんかあなたは。不一致な意見。 ね。不一致な物事。不一致な物質。不一致な人。そんなものばっかりカタログギフトから選んでたら、そりゃあなたの世界不一致だらけになってきますよね。まあそれを不幸と呼んだりしますね。幸せの逆です。不幸です。神社やお寺に行くと涙が溢れて、心がすっきりするし安心します。じゃあハクさんにとってはこの神社とお寺がカタログギフトの中から選んでる、一致できるもう最高のものなんですね。でもそれで、 そうならない人もいるわけですよ。ハクさんはそうなるんですよ。ミーサーさん、これが終わったらコメダに行くつもりです。ミーサーさんにとって今のこの瞬間の一致は、この後コメダに行くことでしょう。ねでもコーヒー嫌いな人もいるわけで。ミーサーさんはコメダに行くのが一致することだけど、他の人にとっては違うことだったりする。<laughs> サチャールキレキレってきてますね。確かに朝から冴え渡ってますね。 朝一のアイスカフェラってかなああ、それも私全く一緒ですね。私も一緒。朝一のアイスカフェラってマジで大好き。そうなんですよ。ね。あなたにとって、絵を描くことが、とっても一致できる、ね。ツールかもしれない。絵を描くこと。でも、せっかくそうやって、紙とペンさえあれば、その一致できる、 そのツールが使えるところにいるにもかかわらず、ね。絵描いたって、私下手くそだしとか、絵描いたって、どうせお金にならないしとか、そんなこと言ってんじゃねえよっていう話でしょ。ね。一致するためにそれやるわけ。なんですぐお金とか言っちゃうのね。なんですぐうまいとか下手とか言っちゃうの一致するためにそれやれよっていう。そうなりがちですよって泣いている。 全部自分が一致するためにそれやるだけの話だから。え、もう、一致してたら気持ちいいわけ一致してたらウェルビーングなわけ一致してたら存在を感じるわけ最高じゃん、それ。それを幸せって言うんですよ。幸せ求めてるんですよね、皆さん。だったら、とっとと一致すればいいじゃないごめんなさいね、本当に。口が悪くてね。<laughs> はい、レイさん、すいません、それ全部私書きたいくせに書かずに、スマホいじって一日過ごしてる。 とっとと書いてください。一致するために書くんです。金になるためにやるんじゃないんです。ね。うまくなるためにやるんじゃないです。一致するためにやるんです。ドレスをね、着たいとかって。私年齢が、私可愛くないし、私太ってるし。いやいや、どうでもいいそんなもの。誰もそんなこと聞いてない。一致するために着ればいいじゃない。ドレス。服を作るのはワクワクでもたまに縫うのはうんざりな、うんざりは不一致。縫う人、 想像で生み出せばいいじゃないですか。何がしたいのかちゃんと明確にしてください、自分のことを。縫うのは嫌いって言うんだったら、縫うの好きな人なんて世界中に死ぬほどいるから。その人が出てきます、あなたの目の前に。そうですよ、みーさん。一致に厳しいって。私、一致に厳しいから。<laughs> 神父さん。なんか一致で全てが解決できるかもってあるんですけど。え、ほんとそうなんですよ。この世のね、断りが難しいわけないじゃないですか。極めてシンプルですよ。 マチペだって言ってて言ましたよワンネスは簡単な言葉が好き <laughs> ちょっとこのワード謎すぎるんですけどなんか笑っちゃうしなんかそんな感じは私もしてます宇宙の断りこの世の断りっていうのは極めてシンプルなんです難しいものじゃありませんウェルビーの群の中にいる、ね、ボルテックスの中にいる自分の中の一致を探していく気持ちいいを探していく 以上終わりです。そうすると、アイディアが降りてくるじゃないですか。で、それを、ウェルビーングの中にいたら、エゴキーマンももちろん少ない状態になってるから、簡単にアクションしちゃうんですよ。やってみよう。みたいな。怖さがそんなに出ない。ね。怯えるほど。それこそ広大無変のその存在をか、あの、無意識に感じれるような状態になってますから、よし、怖いけどやってみようっていう、まあ、あの、エセポジティブじゃない。 自然な前向きな感じになりますねハッピーちゃんの話聞くこと一致してる一致するよねこういう話ね内側の話だけしかしないですからねなんか昔のさ瞑想の言葉たちがメモで残ってるんですけどなんかいい自分の言葉もあるしエイブラハムの抜粋の言葉もあるしなんかすごくね 今聞いいいいててもめちちゃゃくなっていう力を抜いてリラックスしてクリアしなきゃいけない課題も問題も本当は人生で何にもないのですただある存在することに意識を向けて呼吸することに喜びを私たちは永遠の今にとどまり続けています私の考えは私の心から生まれます 私の心から生まれたものは私の心から消えていきます私の心は私の選択次第です私の心は私の自由です私は私の心の主人です私はどこまでも自由です人が何をしていようと人にどう思われようと 大したことではないと知るのは素晴らしい大事なのは自分に満足することだこのセルフイメージで自分の姿を見るときに私は確かに存在している